ユールムストは主にスウェーデンでクリスマスに飲まれるソフトドリンクである。スウェーデンのでクリスマスのムストを意味する。ユールムストムストはハリー・ロベルツと彼の父親のロベルト・ロベルツが1910年にビールの代わりになるノンアルコール飲料として作り出した。シロップは現在でもロベルツ社が独占的にオーレブローで生産している。オリジナルのレシピは 鍵のかかる金庫に保管され、レシピ全体は唯一人しか知らないと言われている。ムスとは炭酸水、砂糖、ホップからの抽出物、大麦からの抽出物、スパイス、着色料、クエン酸と防腐剤からできている。ホップと大麦からの抽出物は、ムストを幾分かビールに似た味にしているが、ビールよりもずっと甘く発酵させないことから、アルコール分は含まれていない。 ムストはガラス瓶の中でも熟成を続けることから12月に購入しても1年間そのまま保存しその後飲む人もいる。ユールムストは通常クリスマスを過ぎて年末になると店頭で見つけることが困難になってくるがそれ以外のクリスマスよりもっと前の時期にはムストという名で売られていることがある。復活祭にはポースクムストという名になる。 ごく最近になって、そんまるむすとも、店頭で入手できるようになってきた。これらの中身は、市場での名称が異なることを除けば同一であるが、瓶詰めされる前に保存される期間が異なる。飲料会社がクリスマスと密接に連携しているのは、販売量がクリスマスと比べると復活祭は、幾分少ないことに加え、伝統的に夏には全く売れないからである。 4500万リットルのユールムストが12月中に飲まれるが、これは12月に消費される。ソフトドリンクの総量の50%近くにもなり、ムストの年間売上量の75%に相当する。スウェーデンのクリスマス期間中にはユールムストがコカ・コーラよりも売れ、その間コカ・コーラの販売量は50%も落ちる。 このことがコカ・コーラ社が契約を結んでいたプリプスから離れ、その代わりにコカ・コーラ飲料スウェーデン社を立ち上げた理由であると言われている。現在コカ・コーラ社は自社のユールムストを生産しているが、2004年にコカ・コーラ社がビエレ・ユールムストというブランドで市場に参入するまでは宣伝すらしておらず、ほとんど知られていなかった。コカ・コーラ社は 使用するシロップをローベルツ社から購入している。スウェーデン以外でユールムストを飲んでみたいのであれば、近くのイケア店舗で購入、あるいは試飲することができるかもしれない。入手できるかどうかは保証できないが、12月初旬であれば、在庫を見つけられる可能性が高い。アメリカ合衆国、マサチューセッツ州のクリスタル飲料社は、アメリカ国内で販売するために、 ユールムストを瓶詰め生産している。2004年11月に、ペプシコ社は、味がいく分ユールムストに似た飲み物を、アメリカ国内で、ペプシュホリデースパイスの名で市場に導入した。これは2004年から2006年のクリスマスシーズンに、販売された。最近では、コストプラスワールドマーケットのいくつかの店舗でも、ユールムストを購入できるようにもなってきた。ありがとうございます。